皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、ガレージバンドでハイスピードのダンスミュージックを作るというこのプロジェクト。ですね。今、間奏を作っております。間奏でドラムの、スネアドラムのロールを入れたいと思いますので、それをこれから作ります。はい。まずジャズドラム、左に振ってあるジャズドラムからですね。これが目指しますね。これを入れましょう。はい。これを最後の小節に入れましょう。はい。おっと、長え。長えな。えらい長えな。らい長いのが来たな。おい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 、ちょっと待って、ちょっと待って。はい。アンドゥ。ちょっと待って。どっか触ろう。この辺触っとこう。はいはいはい。これでいいです。はい。はい。はーい。で、これをですね。こうやってですね、これをポンポンポンとやればできますね。はい、次ここです。はい、ここでは8分音符。はい、8分音符にちゃんとして、はい、8分音符から出っ張っちゃってますか。いや、出っ張ってないですよね。これがずれてるんですよね。そうですよね。はい、じゃあこれをコピーして、ポン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 。はい、次。次はもうコピーいらないかもな。まあ、こんなもんにしてみますか。はい。じゃあ次、ヘビー。これぐらいが音量的にはさっきのドラムと似てますよね。これでいいっすね。はい。じゃあ160から、はい、おい、あ、それでいいか。じゃあ、はい、ほい、ここでこの4小節でね、こんな感じでね。で、はい、ここからコピーして作りましょうかね。これちょっとはみ出してますね。はい、はみ出してます。はい、これをコピーしてペースト。はい、もう一回ペーストで、これ短くしてコピーして、で、ここからペースト。はい、こんな感じでいきましょう。これで聞いてみましょう。129から。129から聞いてみましょう。
ですね、はい、こんな感じでいこうと思います。じゃあ次はですね、効果音を足していきたいと思うんですが、そうですね、効果音を足していきたいんですが、効果音どうしようかな。こっからもう入れちゃうか。そうですね。それか後半入れるか、主奏1の後半に入れるか。こっから入れた方がいいっしょね。はい、じゃあ次回は、サウンドエフェクトを入れます。はい、それでは今回の配信は以上となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。